森本駅は、石川県金沢市三六町にある、IR 石川鉄道 IR 石川鉄道線の駅である。IR 石川鉄道線の列車のほか西日本旅客鉄道津幡駅から同線に乗り入れる、七尾線の列車も停車する。JR 西日本時代の森本駅改札と緑の窓口端式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線。 計二面三線のホームを有する地上駅で、京上駅舎を持つ。島式ホームには、バリアフリー対策として、エレベーターが設置されている。単式ホームには、エレベーターは設置されていないが、階段を登らずとも、駅舎外に出られる、車椅子専用の出口が設置されている。JR 西日本金沢メンテックが業務を受託する。 業務委託駅で IR 移管後も緑の窓口は引き続き設置される。JR 北陸本線時代は金沢駅の非管理駅であった。1階には JR バスの待合室が設置されている。待合室の横にはテナントが入れるようになっていたが、設置当初から入居する業者などはなく、現在は JR バスの乗務員休憩室となっている。東側には 北陸新幹線の効果が並行している。2019年度の1日平均乗車辞任は1663人である。石川県統計所と金沢市統計所によると近年の1日平均乗車辞任の推移は以下の通りである。金沢市中心部より国道359号が伸びているが、駅より金沢よりに位置する柳橋、宝光寺地区を境に、 小売りや飲食店のチェーン店や路線バスの本数などが急激に減る。そのため、それらの地区に比べると、駅周辺は閑散としている。2009年、駅前に大衆演劇場、金沢小倉座が開場した。閑散とした森本が再び賑わいを取り戻しつつある。乗降客は主に金沢への通勤、買い物客や、 近隣の北陵高校への通学生が中心となっている。駅前より JR バスや北鉄金沢バスが運行しているが、鉄道との接続は一切図られていない。駅、手前側駅反対側、ありがとうございます。